ノーパン健康法って何ですか？お前それどこで知ったんだよ。今のお前心地いい。やだからノーパン健康のことどこで知った？いやちょっと舐めないでいただきたいのがこういうホロリスナーなんで。なるほどね。前にも聞いたことあるのもそうですし、あれなんですよ、ちょっとポケモンでラッキーにノーパンって名前を付けたときにミヨシャってやめろー。あ、そういえばって思いまして、ノーパンって名前つけてミヨシャはやばいだろそれ。おいリスナーども、ちょっともうこれラッキーがミヨ先輩にしか見えないんですよ今ちょっと実は。まあ、ノーパン健康法に関しては、はい、何もやましいことはないので、はい、説明したいなって思うんですけど、はい、ノーパン健康法はですね、はい、パンツによる締め付けを己を解放するというか、はい、パンツから、己を解放するのがノーパン健康法です。はい。衛生上は大丈夫なんですか？あ、衛生上はそこまでうちは困ったことはないですね。スカートのことなんだと思ってる？ちょっと待って。そんな、しょっちゅうお漏らししたりとかしないでしょ？いや、でも、だって、なんか、守ってくれてるイメージなんですよ、雇用的には。パンツって。己のデリケートゾーンを。だから、なくしちゃったら、外気にさらす。ことにないです。なんかズボンだったらズボンに直接つくんですか？いやー、でもうちはそんなにぴったりしたズボンとかは履いてないから。ああ、なるほどなるほど、確かにスカートとか。そうはい、まあズボンの中では全裸みたいなもんよね。そうですよね。そうズボンだけじゃなくないですか？スカートでも全裸じゃないですか？まあ確かに。スカート風吹いたら大丈夫なんですか？いや、うちはノーパン健康法は常にやってるわけじゃないから。あ、なるほど。そうそう、家の中で、お風呂に入った後だけパンツ履いてないだけ。あ、そういうことなんですね。パジャマになるときには、パンツ履かない。履かない。で、朝起きて、トイレに行って歯を磨いた後にパンツを履く。ああ、じゃあ、寝てる間、解放されてる。あ、そう。なる、でもそれだったら確かにちょっとわかるかもしれないですね。ほんとに。へえ、ちょっと、やってみます。いや、でもね、ほんとにね、一回パンツ履かないで寝始めて、それに慣れちゃうとね、パンツを履いて寝ることがね、辛くなるよ。マジですか？もうだって、一体化してるみたいな気持ちですもん、今、パンツと。サバンナで履いてなかったはずなのに。パンツと一体化してんのか。パンツなかったら生きてけないみたいな気持ちでずっと生きてきたんで。ああ、なるほどね。はい。履いてみません。脱いでみます。脱いでみてください。ちょっと今晩、今履いちゃってるんですけど。ちょっと脱いで。お風呂から出たらね。はい。実はもうお風呂入っちゃったんですけど。あ、入っちゃったんだ。ミヨ先輩と会うのにちょっと体を清めないとと思って。どういうこと？いや、なんかちょっと臭い香りとかさせてしまったら申し訳ないかなと思って。なるほどね。匂いに関してね。はい。なるほど。ちょっと今脱ぐじゃないよコメント欄。バカか。後で終わったら脱いで。今日は明日の朝まで過ごしてみようと思います。あ、ぜひぜひパンツから解放されてみてください。ありがとうございます、先輩師匠。